サトルは最強になった。行くよ。うん、行けるね。今までマニュアルでやってたのをオートマにした。重力の強弱だけじゃなく、質量、速度、形状からも物体の危険度を選別できる。毒物なんかも選別できればいいんだけど、それはまだ難しいかな。前からやってた勝因の省略は完璧。赤と青、それぞれの複数同時発動もぼちぼち。あとの課題は領域と長距離の瞬間移動かな。